パンクロック。パンクロックは、1970年代中頃に生まれた、ロックのスタイルの一つ。パンクと略称されることが多い。日本のパンクバンドについては、日本のパンクロックの功を参照。70年代半ばに、アメリカのニューヨークのロックシーンに産声を上げ、ディクテーターズ、ラモーンズ、パティスミスなど、1976年には、その影響を受けた、セックスピストルズが、 イギリスのンドンでデビュー。その後、イギリスに同じ音楽性のロックバンドが続々と登場し、ロックの新時代を築いた。当初は反体制的、または左翼的なメッセージを歌うバンドが多かったが、次第に政治的な色彩は弱まっていった。パンクの音楽性の一部はニューウェーブに引き継がれた。1977年のロンドンパンクムーブメントは短期間で収束し、 入れ替わるように、ニューウェーブが台頭した。エルビス・コステロ、イアン・デューリー、スペシャルズ、ワイヤー、キャバレー・ボルテールらがこれにあたる。ジョニー・ロットンが、セックス・ピストルズを脱退した後、自分は、思想的アナーキーではなく、音楽的アナーキーだった。自分は、決してハンキリスト者ではなく、むしろその対局の人間だったと、インタビューで語ったように、パンクロックは、 例えば1960年代のボブ・ディランのようには政治的ではなかった。マネージャーのマルコム・マクラレンによって仕組まれたスキャンダルの乱発は単に話題性を狙っただけのものだった。アンダーグラウンドでパンクを継承したクラスは DIY、Do it とい yourself イコール自分たちでやるという言葉をスローガンとして掲げた。これは多くのパンクロックバンドに影響を与えた。 一方、音楽性やスタイルが反宗教的と捉えられることもある。2018年にはインドネシアチェ州のパンクロック愛好者が宗教警察に摘発されている。パンクはメロトロンやシンセサイザーなどの高価な機材を使ったり、早弾きなどの技巧を競っていた、当時のハードロックやプログレッシュブロックシーンに対する反発により生まれた。音楽的特徴としては、 簡素なロックンロールへの回帰を施行し、あえて、スリーコード中心の簡潔なスタイルを取った。アップテンポかつ攻撃的だが、レゲエを取り入れた代わりに、ロックのルーツの突であるブルースやブギーなどが排除され、黒人音楽との関わりが薄くなってしまった。ニューヨークパンクは、1960年代後半にアメリカでアンダーグラウンド的に人気を得ていた MC5、 ベルベット・アンダーグラウンド、ザ・ストゥージーズ、ニューヨーク・ドールズなどに影響を受けて生まれた。70年代には、ポップ色の強いブロンディ、ワールド・ミュージックに傾倒したトーキング・ヘッツなど、パンクから派生したいくつかのニューウェーブバンドが、それなりの商業的成功を収めた。このニューヨークでのアンダーグラウンドの動きに、注目したのは、大西洋を隔てたイギリスである。 ラモーンズのロンドン公演などを機に、ロンドンを中心にニューヨークパンクを模倣したバンが多数結成されるようになった。ロンドンパンクの特徴としては、初期のロックンロールが持っていた攻撃性と反社会性、スリーコード中心の曲調が挙げられる。また、少し前に流行っていたパブロックといわれる音楽も、ロンドンパンクに大きな影響を与えた。破れた細いジーンズやフル T シャツ、 革ジャン、ヨレヨレのジャケットなどのファッションも和歌の間で流行した。初期に人気があったのは、セックスピストルズ、クラッシュ、ダムドラだが、ピストルズのアメリカ進出は成功せず、アメリカのチャートで成功を収めたのは、ザクラッシュだった。セックスピストルズは、ロンドンで、セックスという名前のブティックを経営していた、マルコム・マクラレン。彼は店にタムロしていた若者たちが、作った。 アマチュアバンドを1975年にライブデビューさせた。破れたシャツ、安全ピン、逆立てた髪という奇抜なファッションはマルコムの助言によるものだと言われている。メンバーのグレンマトロックとジョニー・ロットンが作ったオリジナル曲の数々はアナーキズムを先導したりエリザベス女王をからかった。これは当時の保守的なイギリスにおいては考えられないものであり。 タブーを犯していた。そのことが、マスコミの工事となり、スキャンダリスティックに取り上げられた。ライブでは客に唾を吐きかけ、テレビに出演すれば、必ず司会者とトラブルを起こすと言われ、イギリスの話題となり、パンクがメジャーに進出するきっかけを作った。なお、ジョニー・ロットンは、イギリス右翼に襲撃され、重傷を負ったこともある。1976年、ダムドがデビューした。 ロンドンパンクのバンドでは、最初にシングル、ニューローズ及びアルバムをリリースした。他のパンクバンドに比べて、政治色が薄く、圧倒的な演奏のスピードが特徴で、アルバム、地獄に落ちた野郎どもがヒットした。ザ・クラッシュは1976年にロンドンで結成され、翌1977年、白いボードでデビュー。 二作目のアルバムは直球なパンクだったが、パンクと通じる精神性を持つレゲエ、カリプソへの接近を試みた、1979年のアルバム、ロンドンコーリングを発表、次第に有名、ロックバンドへと成長していく。シングル、ロックザカスバのヒットによって、アメリカでも人を出し、スタジアム規模のライブツアーを何度か行った。他に、ザジャムが、 ネオモッツムーブメントを巻き起こし、UK チャートでナンバー1ヒットを4曲も出すなど、1982年の絶頂期に解散するまで人気バンドとなった。ストラングラーズは短い髪、細いズボン、短いギターソロ、攻撃的な歌詞と音楽を売り物にした。ストラングラーズはアイスクリーム販売用のバンでイギリス国内を移動してライブを行った。このバンドは、 スウェーデン公演の際に地元の右翼に襲撃されている。彼らは反体制的なパンクバンドとして右翼団体の標的となるなどトラブルもあったアルバムをイギリスのチャートの上位に送り込むようになった。キャリアのあるミュージシャンたちによって結成されたポリスもデビューアルバムの内容はレゲートパンクであった。またスペシャルズやマッドネスなどの二等音系、スカバンドが人気を博した。 ブームの火付け役であったセックスピストルズはアメリカツアーの途中で空中分解しジョニー・ロットンの脱退によりスタジオアルバム一作を残しただけで実質解散。ジョニー・ロットン改めジョン・ライドンは新たにピル・パブリック・イメージ・リミテッドを結成。カンやキャプテン・ビーフ・ハートなどの前衛ロックやレゲエの先進的なミキシング方法であるダブなどの 影響を取り入れた音楽は話題となり、パンクからニューウェーブへという時代の変化を印象づけた。イギリスでは失業者の増加という社会問題が下地となって若者たちの不満、怒り、反抗、暴力性などを救い上げたパンクが大きな社会現象となった。ジェネレーション X、ビリーアイドルが在籍などのポップなバンドも次々に生まれ盛り上がった。ファッション、 芸術、文学にまでその波は広がり、セックスピストルズ以上に髪を逆立たせ、服を破いたスタイルのロンドンパンクファッションは、世界中で知られた。1978年にセックスピストルズは解散し、パンクは沈静化を迎えた。しかし1980年代、クラスをきっかけに、ディスチャージ、GBH、エクスプロイテッドといった、ネオパンクバンドが次々に登場。 いわゆるハードコア極端パンクムーブメントでシーンは再活性化する。特にアナーキーピースをスローガンに掲げたクラスはメンバーが共同生活を送るなど反システムアナーキズムを貫きパンクロックにより過激な主張を持ち込んだ。アメリカにおいても1970年代後半にニューヨークパンクや ロンドンパンクに影響を受けたバンドが次々と誕生。ブラックフラッグやバッドブレインズといった有力バンドにより各地でハードコアシーンが生まれた。局地的アンダーグラウンドレベルな現象の全貌を明らかにするのは難しいが、西海岸のファン人の中には長期にわたって情報センターの役割を果てたものもある。1977年創刊のロサンゼルスのフリップサイド氏は ガレージやポストパンク等雑多だった時代からのファン人である。バークリーのカレッジラジオ局のパンク番組、マキシマムロックンロールがファン人を創刊する1982年には全米的な規模でハードコアリポートが掲載されるようになった。マキシマムロックンロール2号のニューヨーク発リポートでは、ハードコアバンドだったビースティーボーイズの自主制作版発売が伝えられている。とはいえ、 同志においても紙面は、ハードコア一本やりだ、わけではなく、レビューの半数を占めていたのは、カレッジロックやガレージ的なバンドであった。一般的なイメージとは裏腹に、ハスカードやバッドブレインズのように大手レーベルと契約するバンドが、増え、また SST やディスコードレコードのような個人レーベルがディストリビュー4を、拡大し、スピードコア、ハードコアが台頭した。一方、 ハードコア生誕の地、ワシントン DC では、ストレートエッジを提唱した人気バンドマイナースレッドの解散後、フロントマンであり自主レーベルディスコードのオーナーでもあった、インマッケーは、暴力化、様式化するハードコアシーンに反発した音楽活動を開始。アメリカにおけるハードコアムーブメントはアンダーグラウンドな動きに止まったが、その過程において、各地のバンド、 インディレーベルを結ぶネットワークが出来上がる。そのような状況下サウンドガーデンやグリーンリバー、マットハニーといったバンドが、シアトルのインディレーベルサブポップより、次々とデビューし、シアトルのアンダーグラウンドシーンは盛り上がりを見せる。そして、1980年代初めから、ニューヨークのアンダーグラウンドシーンで活躍していた、ソニックユースが、 1990年にメジャーレーベルのケフィンレコードよりデビュー。翌1991年にはニルバーナがネバーマインドでメジャーデビューし、全世界で3000000枚を売り上げる大ヒットを記録する。その後、パールジャムなどが次々とメジャーデビューし、グランジブームが訪れる。また、1990年代に、 アメリカ北西部のオリンピア・ポートランドを中心に、グランジ、オルタナティブロックと同時期にライオットガール、ライアット GRRRL とイムーブメントが起きた。しかしながら、1994年に、ニルバーノのリーダーであったカート・コバーンが自殺すると、グランジがオルタナティブロックに飲み込まれる形で、グランジブームは急速に収束を迎える。ポップパンク、メロコアは、 1980年代後半にバッドレリージョンがハードコア的なサウンドをよりメロディックにスピーディーにさせたスタイルを確立したシムマングル800楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。